竹内さ、今日のお昼とか何食べたん？カニ8匹。何？カニ8匹。カニ8匹食ってねえよ。豪華？豪華とかじゃないじゃん、まず。変すぎるだろ。セレブフードファイター？セレブフードファイターじゃねえよ。もうそうか、そうか。ラーメンで。え？ラーメン？ラーメンで。え、紛らわしいな。何がやねん。竹内さ、冬に女の子とデート行くとしたらどこ行きたい？海。海じゃねえだろ。冬の海だよ。そうなんや。俺じゃねえって。海なわけねえだろ。ロマンチストやな。確かに。まあ、あるじゃあるか。俺じゃないから言ったの。海じゃないよ、じゃ。海じゃないよ。え？じゃあ海って何やったの？知らんがろ。お前に言ったの見て。どこの海がいいとかあったらまた今度教えて。海じゃねえっつってんの。温泉だ。竹内さ、最後の晩餐とか、なんか食べたいもの決まってるの？もう噛めただけでよだれが垂れてきたよ。おいデブ。言い方でしょ。デブみたいな答えやお前。最後の晩餐であんまお腹空くやつおらんけどな。いや俺じゃないから今。なんか今日あのご陽気もやな。お前やで。ジェノベーゼパスタ。珍しい。竹内ちょっと悩みないけどさ、最近ちょっとなんか自分に自信がなくてさ、落ち込んじゃうことが多くなってきたよ。どうやったらその前向きになれるかな。うん、男は黙って筋トレしなさーい。あ、なるほどな。言ってない。言ってないよ俺今。ありがとう竹ね。竹ね。竹ねになっちゃったよ。まあ聞いたことあるな確かに。俺言ったわけじゃないから今。今のは竹内じゃないか。竹内の中のもう一人か。どうか分からんかった。複雑すぎるわ。そういう設定でいきたいってことです。キャラじゃねえ。急にキャラ足してこないよ。こんな5人を呼んで。違う、俺じゃないから。でも筋トレ。竹ねえよ。竹内ちょっと照れくさいけどさ、いつも楽しく過ごせてるのは、竹内のおかげでもあるから、ちょっとまあ改めてね、いつもありがとう。キラーン、真実はいつも一つ。何だよ。ちょ、なんでも照れくさいの分かるけど。照れ隠しキモいよ。照れくさくてな、まあまあ。分かるけど気持ちよ。照れ隠しならんけどね。こちらこそありがとう。竹内、昨日のお昼何食べたん？昨日のお昼はね、何やったかな。あ、どうしたハンバーグ。あー、ハンバーグ。うん、どうした、なんか急にゆっくり喋ってる。意地悪じゃん。意地悪じゃん。でも竹内、なんかゆっくりやってるな。ハンバーグとは思えないまだ。